はい、それではですね、次にはね、これボディ後部の組み立てと、まあ、説明書にはそのように書いてあるけども、まあ、簡単に言えば荷台の方でございますね。こちらの方をね、組み上げていきたいと思います。まずね、これ一応主な部品ちょっと4つほどですね、あれしました、外しましたでね、こちらの方をね、接着していきたいと思います。まずね、ちょっとね、これこの辺がね、ちょっとね、気になるようなね、ちょっと筋っこみたい、筋っこったらおかしいけど、なんかちょっと入ってるんで、ちょっとね、外したらいいと思います。はい、でまずね、このセメントの方をね、ちょん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 とつけた形でこれをね、合わせます。こういう感じかな。よいしょと、こんな感じでね。あ、こちら中の方だね。こういう形で、まずこちらの方をつけて、なんならばこの流し込みでね、内側からね、接着してもいいんじゃないかと思います。はい、こっちの方ね、まあその方がしっかりつくでよみたいな形ですね。はい、まずね、まず反対側はこうで、次がね、これがこちらの方ですね。こちらの方にこういうふうにね、つく形でございます。はい、これもちょっとこちら側にね、なんかね、ティングラインなのかなんだかね、よくわかんないのがちょっとついてるような気がします。でもね、ちょっとこちらの方でちょん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 と、こういう形で、これがね、こうだ、こういう形でね、つけていきたいと参ります。よいしょ、こんな感じみたいな、よいしょっと、ここかな、よいしょ、こんな感じでね。でこれもね、ちょっとね、流し込みでこちらの方をこういう感じでね、行ってみたいと思います。こういう形で今つけました。はい、よいしょ。はい、でね、次ね、これなんですけども、説明書を見ると、まあ、接着しませんっていうね、形で書いてあるんで、多分ね、これあれかな、バタンバタンと落ちる形に、開く形にこれ多分なってるんですね。これね、これだから、これ接着しませんとなっております。でこれは向きがこうか、こうだね、こういう形で、よいしょ、こんな形かな、よいしょよいしょ、しませんだった、このままでいいんだね。こういう形で、よいしょ、ここにね、パコンとはめるだけだけどね、なんかそんな感じがいたします。はい、今ね、はまったんだけど取っちゃったな。あ、こうだこうだ、
ういう形で、あ、こうですね、はい、ここに取り付けました。はい、でね、このような感じで後ろのボディー後部、まあ荷台という方をね、こちらの方ね、順序よく組み立てていきますので、よろしくお願いいたします。はい、はい、それではですね、今ね、こちらの方までね、組み上がりました。まあ簡単に言えば四角く組み上げるだけなんですけども、これね、後ろもそうです。これもまあ接着しないということで、これね、おさく閉めたり開けたりします。そしてこの扉もね、これね、これも閉じたり開いたりいたします。ちょっとね、今のところちょっと硬いんで、なんかね、ちょっとね、ちょっと傷つくかもしれないけど、こういうものでこういう形今見せますけど、まあ傷ついてもね、どちもしあれですから、こういうのでね、開けたり出したりできる形になってます。こういう形で、はい、このね、携帯ですね、まあどっちにしてようが、開けてようが閉めてようが、まあね、これはね、作った時の、ね、自由でございます。はい、これがね、今2台途中までこういう形で作り上げました。はい、これですね。はい、でまだね、つけるところがあるんで、あれかな、もう少しできたらね、動画の方ね、もう一回上げていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、はい、それではね、ほんとこちらの方ね、荷台の方の大まかな方は終わりました。こういう形です。まあ、ここまでね、つけたのが、まあ、つけたっていうかね、まあ、これね、これと、これね、スコップと、この下の方があれかな、まあ、こちらの方かな、まあ、ウインカーっていうのかな、こちらをちょっと見にくいとは思うけども、こちらの方を取り付けました。あとは、あ、これかな、これがね、なんかね、エアリアルチューブだとかで、なんかチューブみたいなんですけど、まあね、色の指定はね、これがなんかね、メタリックってなってます。これだけがね、まあ、これは後でね、筆塗りかなんかいたしますんで、まあ、特にね、気にする形にはしておりません。あと、これですね。これね、この部品はつけて、これは接着しない、しませんってなってますね。説明書を見ると、サンドチャンネルって書いてあるのかな。これ、ただこれ乗っけてるだけのものにね、なっております。はい。こういうね、形で、まあ、荷台の方のね、方は大まかに作り上げました。あとね、まあこういう形ですね。してこれかな、今ね、作ったこれね、前の部分ね、これね、うん、おそらくこれにこう乗っかる、お、あ、うまく乗っかったね。こうなる形ですね。はい。こうなる形になるんですね、多分ね、うん、お、なかなかね、なかなか かっこいいですね。これなんかリアルでね、かっこいい形ですね、うん、こういうね、ものになっております。はい、でまだね、これから先がなんていうの、まあもう一回ね、このフィギュアを塗ったり塗装をしたり、細かい部分に行ってみたいと思います。まだね、ほんとね、説明書を見るとね、予備タイヤも作らなきゃならないし、
ボーイズエイドライフルっていうやつも積まなきゃならないしね、こちらの方にもねまだね支柱を立てて、なんかねライフルっていうかそっちの方もね入れなければなりません。細かい部分ね、あとシェラフとか水筒だとか木箱、シーブルーっていうのかな、これなんだかな、あとねマリンザックだとかってまあ説明書には書いてあるんですけど、そちらのね小物の方も結構多いんで、まあ、そちらの方もね後で塗装をしてこちらの方に飾っていかなきゃならないっていう形です。まず今のところ大まかにね、まあすぐみな形ですけどこういう形になっております。はい、これではですね、まあこういう形でいろいろなってるのかな。あとねあとね説明書的にはないですね。説明書的にはまあルイス式機関銃の組み立てって、あここにね立つのがそのルイス式っていうやつなんだよね。説明書を見ると、これかな、これをあと作りなさいということです。はい、あとね小物関係がちょこちょこ多いんで、僕のねあまり、まあ、ほとんど下手くそのフィギュアも塗らなきゃならないという形になっておきます。あと説明書見たらねちょっと車体の下部の方ね、こういう風に取り付けるようになってます。これもねまだ取り付けてはおりませんのでね、こちらの方も取り付けてね後の方でね行きたいと思います。はい、こういうねキットでございます。まあねこれここまでね今のところちょっと積みで組んでは見たんですけども、非常にね組みやすいし、まあ手軽といえば手軽だけども手軽にできるかなっていう感じのねものでございます。はい、でこっからがねおそらく細かいところとねちょっとね色と塗るんで、こっちの方が時間かかるんじゃないかなとは思いますね。ここまでのね仕上がりは本当ねちょっとあれしればねとしたらもうね半日もあればね、慣れてる人だと本当半日、まあ1日持つか持たんかでゆっくりやってもねできるぐらいですね、ここまでの感じはですね。はい、それではですね、動画を見てくださって今回も誠にありがとうございました。こちらの続きねまだねやっていきたいと思いますね。あと小物類とねいろいろとまあ迷彩もね、あ迷彩じゃないや、汚しの仕様だとかっていうのも、まあ、どのようにしていこうかっていうのも考えてねいきたいと思いますんで、まずねこの続きもね今後ともねよろしくお願いいたします。はい、それではですね今回のね動画のご視聴ねありがとうございました。でまたチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。はい、それではですねボディのね車体自体はねちょっと色をね塗りました。一応ねエアブラシでねやったんですけども、まあねこれねボディのね色ね何にしようかなと思ったんですけども、一応ねこのねタミヤさんの XF の59デザートイエローっていうのを車体の色のメインにいたしました。まあね、まあ、似たような色はいくつもあったんですけども、まあダークイエローにしようかなとかまあいろいろと考えたんですけども、まあこういう形にね塗りました。これねボディの前の方はねまだこれちょっとつけてないですけども、まあこんな感じですね前の方は。でこのねシートちょっとツヤツヤになっちゃったんだけども、これがねエナメルの方のねレッドブラウンかな、あフラットブラウンか、フラットブラウンじゃないな、あレッドブラウンちゃって、まあ、塗っちゃったんだこれ、これね塗っちゃったんですよ。あとねあとはね、まあ、これがね、これがバフかな。指定色はバフになってました。こういう形。あとね、銃もね、こういう形ですね。ここに一応塗りました。で、
後ろの方は、まあ、これはねもうちょっと今ふつけちゃったんですけども、まずねこれ、まあ、機関銃だったかな、なんか忘れたけど、名前忘れたけど、これを取り付けましたね。はい、あとは、まあ、ここにスコップと、スコップを入れたということになります。はい、うんとね、ボディの方はこういう形、前の方はねちょっとまだ接着はしてます、後ろはつけたんですけども、まあ、こういうね形でね大まかになっております。はい、ね、これのね次がね、まあ、何をやっていこうかというと、あとね小物類、これですね、小物類、こっちの方のね塗装かな、まあ、これが、まあ、木箱という形でね、でこれがね何だかな、シェラフかな、まあ、簡単に言う、まあ、シェラフね、寝袋ですね、寝袋、あとね水筒だとか、これシーブルって言うんだけど、これ何なのかな、うん、よくわかんないけど、まあ、そっちの方と、あとね細かなもののね塗装、まあ、こちらはね筆塗りでねやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まああとフィギュアとね、まあ、そういうものになっていくと思います。はい、そういうことで、まずねこちらね小物の方のね塗装の方をね行ってみたいと参ります。はい、で次にこれまあ、寝袋ね、指定色はねカーキ色という風になっております。まあね、カーキ色とかなんとかって言っても、まあ色はねほぼ、まあ、似てる色なんですけどね、デザートイエローだとか、まあ、そういう色とね、まあ、非常に似ているんで、まあ、どこがどうかなっていうのもあるんですけども、まあ、一応これもね筆塗りでパッパッパと行きたいと思います。まあ、単なるね、まあ、これもね荷物なんで、まあ、特にそんなね目立って細かく見るような部分ではないんで、これもねまあ、筆塗りでやってた方が雰囲気が出るかなっていう感じで今塗っております。これねこういう感じで、私ちょっとあれなんだけども、まあねこういうカーキ色という形で塗っております。まあ、逆に言えばねこのボディ色をねカーキ色にね塗ってもねいいかなとはね思うんですよ。まあ、そこのところはねまあ、皆さんがねこれね作った時に、まあ、色の選択っていうものは自由でございますんで、はい、こういう形で、まあ、塗っております。本当はねランナーにつけたまんまか、その方がいいかもしれないね。それか一回割り箸かなんかでね何ていうのかな、両面テープで一応貼っつけた形で塗装するか、まあ、そっちの方がね塗りやすいとは思います。はい、これはねまあシェラフですね。はい、でそれでね次にこれな、なんかウォータータンク書いてあるのかな、ウォータータンクっていうやつがねこれですね、これ2つあります。ウォータータンク、それとこれシーブルって書いてあるのかな、ちょっとこれ何なのか分かんないんです。これ色の指定書いてないんですけど、まあ同じねこちらでねタミヤさんの XF の59のデザートイエローでね一緒にね塗ってみたいと思います。これもこういう形で水の缶ということで、まあ水だよね、簡単に言えば水です。はい、これをねちょっとね塗っていきたいと思います。よいしょっと、この辺かな、こういう形でね
蓋の裏でついたらダメだね。ね、よいしょ。まあそう簡単にね、丁寧に塗る必要もないかなと思いますね。こういう形で、うん、なんかね、このミリタリーっていうのはどっちかというとこのちょっとね、なんていうのかな、雑なね感じがあった方がね、比較的に映えるという形はありますね。はい、かな、うん、これのよいしょ、あ動いちゃった、あこれいいかな、よいしょ、結構ね小物関係が多いんで、こんな感じで塗ってみたいと思います。おそらくね、このなんていうのかな、まあ、この軍用車両っていうのは、ね、みんなね、まああんまどっちかというとプラモデル的にはねマイナーかなとは思うんですよね。うん、まあこういうのね、やっぱし。あれするんだったらみんなほとんど戦車とか戦艦の方にねを作り上げてしまうとは思うんですよ、当然ながら。でもね、作ってたらね、これもねなんか面白いなーっていうね感じはありますね。うん、なんていうのかな、戦車っていうか、まあ、戦車をちょっと例に出すんだけども、まあ戦車とカーモデルを、まあ、同時にね楽しめる感じがあるかなとは、まあ、僕自身は思うんですけどもね、まあ、他の方はどう捉えるかわからないですけども、まあ、僕はねなんかそういう気がねしないでもないということです。はい、まあね、これね全部塗ったらね、もう一度ね動画の方ね再開いたします。はい、それではね、小物の方のね塗装はね今ね一応ねこういう形にしました。まあこれがね予備のタイヤで、これが水管で、これがシェラフかな、そしてこれがねちょっと僕よく分かんないんだけど、これね、でちょっとね墨入れしてちょっとね汚い感じで塗装しました。まあ、シェラフはこんな感じですね。はい、でまだねフィギュアはまだ塗っておりませんが、まあ、これからねちょっと塗って塗装の方をねフィギュアの方をねしていきたいと思います。はい、でね一応ね、まあ、車体の方かな、まあ、車の方はねこういう形になっておりますけども、これの、あ、これね、木箱ね、木箱、これが木箱ってやつね。もうおそらくね、この辺はね、後ろの方にね、置く形になるとは思います。でね、これのね、続きがね、まずね、デカールかな？これ、前はね、まだと、ふっつけてないんですけども、ほんとね、これの次が、あれですね、デカール貼りですね。デカール貼りをして、それからまあ何しろなウェザリングのね、まあ、汚しをねちょっとねそれからねやっていこうかとは思っております。はい、こういうね形のねものです。こういう形のものです、何回言ったのね。はい、で まずね小物、あとね小物的なものはねそんなにありませんね。まあ、これだけの形になっております。はい、まずねまず車体の方をねもうちょいと仕上げてから、まあ、これをあと置いて、あとこれの人形ね、これがなんかこうなって銃構えるって形で、あら映ってねえや、うん、これかな、
これがね、なんかあとね、ここに銃を差し込んで、ね、まあ、ちょっとね、形もね、さっきね、よく見てあれしたんだけども、こういう形で構えてね、狙ってる形っていうふうになると思います。はい、こういうふうにね、だんだん、まああと適当にね、まあ墨入れしたりなんとかしていきたいと思います。はい、こういうね、まあ軍用車両でございます。はい、それではですね、今回の動画はまあ一応ここまでということで、ご視聴の方ありがとうございます。またチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、それではありがとうございました。